アローラ地方のクックイ博士から連絡です。クックイ博士、ちょっと待って、なんかスカイプみたいな。アローラに引っ越しする日がいよいよ近づいてきたね。アローラはいくつかの島が集まってできている地方、なんかハワイみたいな感じなんだよね、アローラ地方って。それが理由なのか、珍しいポケモンばかりだぜ。そう、アローラにもポケットモンスター縮めたポケモンがたくさんいる。ポケモンは本当に不思議な生き物でね。草むらや洞窟空を見たいところにいて、僕たちはポケモンの力を借りたり助け合ったり、ポケモントレーナーとしてポケモンを戦わせたりするんだ。言わんこ、大事な話だからね、遊ぶのは待っててくれるかい。なんかおしゃれなメガネしてるよね。さて、みんなに紹介するから改めて君のことを聞くぜ。どの写真がいいか教えてくれるかな。写真、どれにしよう。これかな。名前の登録も君に任せる。名前何しよう。何がいいかな。サトシにしとくか。サトシ。オッケー、みんなに伝えておくよ。サトシ。10万ボルトのようにしびれる名前だぜ。マジっすか。じゃあ君の到着を楽しみに待ってるぜ。そろそろ引っ越しの準備始めましょう。ワクワク、どんなやろうね、ちょっと楽しみ。お？なんかポケモンいる。珍しいポケモン持って逃げてんのかな。かわいい。何？ポケットモンスター3。3ヶ月後。結構経つね。なんかもう、だってこれ、ダイヤモンドヘッドみたいだもんね、これ。ワフトみたい。ここに、サトシ住んでんのかな？違う。誰？ニャースいる。ママ、アローラで初めての太陽、初めての太陽、なんて眩しく、なんて眩しく暖かいのと。ニャース、サトシ呼んできて。やっぱ、ここサトシが住んでんねや。ヌニャー。
カチュウじゃん。ふにゃ。ピカチュウのぬいぐるみか。靴履いたまま寝てる。海外だから海外スタイル。え、全然起きないんですけど、サトシ。何この時間。あ、これですね。操作できるのか。俺待ちか。俺のターンやったんや。引っ越しの荷物を入れた段ボールだ。ニャースと会話できないの？ぐっすり寝てたわね。もう元気になってるでしょ。声がないんだね、キャラクターの声が。ねえサトシ、アローラのポケモン楽しみ？もちろん。そうなの。私も早く会ってみたいの。リゾートとしても有名なアローラ地方、暮らしているポケモンたちもみんなご機嫌に決まってるわよ。キャラクターの音声ないんだね。あら、チャイム。きっとククイ博士だわ。サトシちょっと出て。3ヶ月ぶり顔合わせるの。じゃじゃーん。はだけとるやん。はじめまして、サトシ。改めて自己紹介は、僕がククイです。よろしく。アローラ地方への長旅お疲れ様。時差ボケは大丈夫かい？アローラと関東は遠く離れてるからね。関東と、はは遠く離れてるから。こっちはヒューで驚いただろ。ククイ博士、昨日到着しましたわ。あら、お母さん、改めまして。ククイと申します。ようこそ、アローラへ。関東地方で見た、ジムリーダーとのポケモン勝負。ジム、ん？今でも思い出せます。これ、一個ずつ文字がずれてんだなぁ。あれでアローラのポケモン好きになっちゃってきちゃいました。サトシ、髪長。ポケモンの技を研究するためとはいえ、ジムリーダーたちにいいようにやられましたけどね。さて、サトシ、隣町に行こうぜ。そこで、シマキングからポケモンもらうんだ。へぇー。レディタウンでは冒険する子供のために、シマキングがポケモンをくれる。へぇー。ポケモンを戦わせたら、敵なしのポケモントレーナーさん。シマキングってすごいのね。準備しなくちゃ。ダンボールに帽子とバッグが入ってるはずと。はいはいはい。あと机の上に探検の心得置いてなかった。ダンボールと机の上ね。 OK。 どっちだっけ。ここがサトシの部屋で、机の上に何かがあるって言ってたよね。で、ダンボールに帽子とバッグ。じゃじゃん。かっけえじゃん。お待たせ。準備ばっちりね。いってらっしゃい。ママ、バッチリ片付けておくから。ククイ博士、マジで畑取るぞ。すごい違和感やわ、この畑てんの。君がポケモンをもらうのが楽しみなんだね。よし、行こうぜ、リリータウン。シマキングからご機嫌なポケモンをもらうと。
LR は使えないと。あれ、どこ行った？いた。マップみたいな出ないんかな。ポケットモンスターの楽園アローラ地方にようこそ。アローラでは人を、ん？アローラでも人はポケモンと力を合わせ暮らしている。何より、ポケモンがいればどこにだって行ける。そのためにも早く島キングに会おうよ。島キングにとりあえず会うと。リリータウン、オッケー。これ犬っころ話しかけれないのか。 B でダッシュね。一番道路、あ、X ボタンでなんかある。バッグの中身入れんだ。へー、レポート設定。なるほど、 X ボタンが設定とか触れんだね。サトシ、アローラはどうだい？いいっすね。ほら、アローラのポケモントレーナーが来たぜ。あ、じゃあククイか、このセリフ。博士、今度おすすめの技教えてよ。本当は決めてるんだろ、君の自慢のポケモン。新しい技を覚えたらまた勝負しようぜと。ポケモン始めてすぎてマジわからん。ピカチュウ、ポケモンと一緒なら草むらに入って野生のポケモンも捕まえられるぜ。なんかいろんなポケモンいるね。そしてトレーナーは愛しいポケモンを戦わせもするんだ。いけ、ヤングースきしょー。引っ越してきたやつ、今度ポケモン勝負しような。ポケモンがいてくれたのコミュニティ、なんや、よう分からへんな。ここがリリータウン。すごいビレッジ、なんか村って感じだね。そしてキャラクターの声ないのがなんかちょっと残念。来たぜ、着いたぜ、リリータウン。なんか俺っちが全部喋らないといけないのかな、これ。メレ島の守り神であるポケモンカプコケコを祀っているんだ。カプコケコ、おかしいな、みんなここで待ち合わせなのに。もしかしたら町の奥、マハロサンドにいるのか。マハロって守り神にカプコケコの遺跡があるからね。やっぱハワイっぽいね。サトシ、島キングを探してくれないか。僕は行き違いにならないようにこの辺りを探すからさ。島キングはね、見るからに島キングって感じだからね。島キング探すぞ。ん？あ、さっきのお姉さんじゃん。遺跡に何があるというのです。ここが遺跡ね。これはただのおじさんだよな。マハロサンド、無限にダッシュできんね、これ。スタミナ切れないんだな。山道を登っていくと、バックから出ないで、誰かに見られたら困ります。これサンムーンでそれぞれ中に入ってる妖怪とか違うんかな。チュートリアルっぽいのがなかなか終わらないね。チュートリアルというかオープニングというか。あ、どっか行ったね。そして襲われる。これってさ、なんだっけ、なんていう名前だっけな。ポケモン GO でも結構出てくるやつ。
鬼スズメとかそんなんちゃうかったっけ。かわいいよねこの子。どうしたの？助けてください。星雲ちゃんを、星雲ちゃん、変わったポケモンだね。鬼スズメさんに襲われ、でも私怖くて足がすくんじゃって。なるほど。おーっと、え、結構橋やばくね。鬼スズメから守れ。わお、落ちる。わわわわ、めっちゃかっこいい。なにこれ、めっちゃ電波ライジングって感じ。キャラクターの声欲しいな。ピュイ、よかったです。なんかこのポケモンの音声はあるんだけど、キャラクターの声がないんだよね。みんな姿見たくないのです。あの姿見たくないのです。あなたは私を助けてくれた。なのにあなたを守れなくて。なんのこっちゃ。どうしたのですか？ピューピュー。光輝く石。なんだか暖かい感じです。なんのこっちゃ。申し訳ありません。危ないところを助けてくださり、心に感謝しております。君は？あなたの石ですよね。輝く石を手に入れた。この子のこと、誰にも言わないでください。秘密でお願いします。オープニング長いね。もう謎すぎるんだけど。この子もしかしたらまた襲われるかもしれません。身勝手で申し訳ありませんが、広場までご一緒してください。島キングはよ。島キングはいいの？この子は島キングじゃないのか。なんかわけわかんない。ククイ博士じゃん。島キングはいなかったようだが、助手に会ったんだね。助手。では改めて紹介しようか。こちらは僕の助手。あ、はい、リーリエと申します。だってリーリエが出会ったのが昨日アローラに来たばかりのサトシだよ。リーリエかわいい。我らの島キング原さんのお帰りだ。原さんが島キング誰？守り神に選ばれた男、アローラでも名打てのポケモン使い。原さん、ごちそう。おじさん、原さん、何かありましたかな？ちょっと原さん、どこに行ってたんですか？島キングですからな。島の問題が起これば解決に行きますな。なんか村長みたいな感じだね。カプコケコの飛ぶ姿を見かけましたが、原さん、吊り橋の上で鬼スズメさんに襲われていたこの子をこちらの方に守ってもらいました。そいつはすごいぜ。守り神と言われても気まぐれなカプコケコ、なかなか覚えられへん。カプコケコ、心を動かしたのですな。
ククイは素晴らしいことではないか。勇気と優しさを持つ彼にポケモンを託すからトレーナーになってもらいたいぞ。メレメレの島キング原だってポケモンたち顔を見せるのですぞ。あ、出てきた。かわいい、かわいい、かわいい。まずは草のポケモン、モフクロウ。モフ、フクロウみたいな感じね。次は炎のポケモン、ニャビー。かわいい、ニャブ。最後は水のポケモン、アシマリ。真ん中の子めっちゃかわいい。どのポケモンを選ばれますかな。炎のニャビー。イエス、ニャビーに決めた。めっちゃかわいいペットにしたい。ポケモンセンターになんかこんなぬいぐるみ売ってたよね。おろ、なになになに、何してんの、見つめ合い。それではニャビーを、君を、ん、ニャビーが君を選ぶのか、見ましょうぞ。ほう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 、ご主人様を選ぶかどうかってことね。なんか画質ちょっと荒くない、こんなもん。ニャビーはサトシを気にしながら見つめている。え、ダメっぽい。優しく抱きかかえた。ニャブー、声欲しいね。キャラクターの炎のポケモンニャビーは鼻をヒクヒクさせている。ニャビーもサトシを認めましたな。お互いを認め合った君たちは永遠の友達だぜ。ピカチュウが欲しい。ニックネームいいや。アラウラ地方でやっとポケモンゲットだぜ。もうはしゃいで。原千博士ですから、何があってもあなたを守ってくださいますけど、普段はバックにいてくださいね。いいポケモンさんですよね。大切にしてあげてください。僕からも素敵なプレゼントだ。ポケモン図鑑ゲット。ポケモン図鑑は出会ったポケモンを自動的に記録するハイテクな道具なんだ。君がパートナーにしたニャビーを記録されている。へえ。アプリ追加。トレーナーパース。お母さんに紹介するかいって。おかん来てんの。あ、戻らなあかんのか。お家に戻らないと。自転車使いたーい。誰、現地人って感じ。あら、ポケモン勝負しようよ。急ぐでない。名前言われずに勝負あったのがないな。俺ね、ハウ、島キングの孫でね、モクロウがパートナー。モクロウパートナーなんだ。へぇ。サンキュー。私、ポケモンさんが気づく勝負はちょっと苦手ですが、応援しますね。いきなりバトル。初めてのポケモン勝負。ポケモンの技を繰り出し勝ち負けを決めるんだぜ。孫の相手をお願いできますかな。カップリ4つの勝負を期待しますな。がっぷり4つの勝負。こっからようやく、え、バトル。初めて25分、いよいよポケモン勝負。島キングの孫、ポケモントレーナーのハウが勝負を仕掛けてきた。ハウはモクロを繰り出す。ゆけニャビー。かわいいニャビー、マジ。戦う。
ノーマル、キノコ、鳴き声、引っ掛け。ヤビの引っ掛け攻撃。敵のレベル5か。おおおおお。効果は今一つのようだ。炎で攻める。お、いいんじゃね？いいんじゃね？効果抜群。相手の目標の攻撃。もう炎めちゃめちゃ相性良かったね、今ね。キノコ。効果抜群。目標は倒れた。目標撃破。ヤビーは655経験値。ゲット。レベル6に上がった。ニャビーレベル5からレベル6。へえ、これがポケモンバトルね。サトシは賞金として100円手に入れたと。ゲームの流れね。すっげえ。サトシだっけ。君のニャビーもかっこいいな。だよね。お？サトシ、おぬし、おぬしじゃないわ。お持ちの輝く石を見せていただけるかなと。なんかいろいろもらったんだよね。輝く石。なんと、じいちゃん、それってもしかして、何？カブコケコに助けられたと。そうだよね。なるほど。石までもらったな。来るべくして来たのかも。預かんの？明日返すって。君にはトレーラーの才能がありますからな。じっちゃん。明日のお祭りに参加。明日なんかあるんだね。君の大事なの子がはぐれると大変だからね。はい、気をつけます。モンスターボールに入れないの？ほら、行ったそばからバッグから出ないでください。これで初日終わりかな？あ、まだだ。どんなポケモンもらったの？見せて見せて。にゃぶー。ときめいちゃう。ねえ、どうしてこの子にしたの？かわいいから。この子、かわいくてかっこいいのよね。すっごくお似合い。見てるだけで嬉しくなっちゃう。ゆるくつくどんゆー。